今回はバンコクモーターショーの様子をお届けしたいと思います。まず今回このタイに来た目的っていうのがポルシェチューナーのテックアートのディーラーミーティングがあって、でもちろんバンコクモーターショーテックアートも出展してますので、まあ、その様子をお届けする。ついにこのフライウェイトが会場で発表になったんで順番に見ていきたいと思います。まあ、とにかく軽量、通常のターボよりかも60キロぐらい軽くなってるそうです。そしてですね、他にもいろいろ展示されてて、他の車は B オートハウスさんが製作した車ということです。で、順番に見ていきましょう。こちら GT ストリート R、 こちらもなんとタイのお客様のお車ということで、テックアウトタイランドのロゴが入っております。そしてこのエアロディスクのホイールが配置されて、なんか聞いた話だとタイだとここまでやるとなんか1億円オーバーということで、もうとんでもか。でこれに関しては内装もこんな感じで全部作ってある。ちょっと日本でもこのぐらいのやつをちょっと作りたいなって思います。ただちょっと言わせてもらうと、車高はちょっとっていう、まだこれはまあ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 見えるって感じなんですけど、足回りが多分ノーマルじゃなかろうか。そしてあんまりこうつらつらにする文化もまだないってことなんで、デズラもやっぱりチューナーのこのスピットメントっていう感じで若干甘い気がします。で今回いろいろ東南アジアのディーラーだったりだとか意見交換して、まあミーティングして写真見せてもらったりとかしましたけど、もうホイールのそのフィットメントと車高に関してはもう日本世界一、もう間違いないですね。あんなベタベタにしてツラツラにして国は世界中どこ探してもアメリカも超えてるぐらいなんでいないですね。なんでそこにちょっと他の国も追いついてきてほしいなって勝手に思ったりします。そして他にも992の GTS、 こちらもテックアウトのエアロキットがついて、そうなんですよ、車高がちょっと甘いんですよね。こんな感じでフォーミュラー7から行って、これは内装はステアリングだけかな、触ってる感じのこんな感じの車。そうなんですよ、車高が。そしてリアのウィングもテックアウトになってるんですけども、ちょっとフィットメントだったりカラーに関してはおっこって感じですね。そして全体的に塗装の時も若干甘いんじゃないかなって思います。ただ雰囲気すごくいいんでめちゃくちゃかっこいいですね。そしてこれはですね、ノーコメントでお願いします。こちらもなんとタイのお客様のお車ってことなんですけど、やっぱりちょっと東南アジアとかだと結構こう奇抜ななんかこう原色系のド派手なのがやっぱりこう好まれる傾向にあるみたいで、本国としてもちょっとこのカラーリングどうなのって言ったんですけど、まあ、お客様の強い要望でこのカラーリングになったらしいです。でこの青と黄色、なんとホイールも黄色ということで、そして車高もノーマルなんですよね。だから本当にもう一歩勝手な個人的な意見としてはんですけど、そしてなんとこれすごいのがこのデッカート横のロゴストライプ、これがなんとペイントっていうことで後戻りできないやつですね。なんで段差も一切ない。こちら。そしてリアのホイールもこんな感じで。だすごいのは内装全部張り替えて巻きっきになってるっていう。やっぱり勢いはめちゃくちゃ感じるっすね。すごい。でリアのエンブレムとかも黄色で塗ってあって、こんな感じで。ペイントのクオリティは、おうって感じです。これ YouTube に上げて本国側の字幕オンにして見せたらぶっ飛ばされそうな感じしますけど、正直者なんで。そしてこんな感じでカイエンも展示されております。ただホイールがやっぱりちょっとちっちゃいワンサイズ21インチで E ハイブリッドベースになっているということで、でタイいろいろ市内見て回ったりだとかしたんですけど、ハイブリッド率がめちゃ高い。そして電気自動車もめちゃくちゃ走ってますね。もう空港降りて電気自動車のタクシーがあるぐらいなんで、 BYD のやつなんで、なんかすごいそういうエコな車が増えてる印象です。でもちろんその
そうじゃないピックアップトラックだったりとか昔の車もいっぱい走ってるんですけど、この辺の新しい車に関してはハイブリッドがすごく走ってる印象です。そしてこれも全部外装テックアウトになってます。そしてブース自体はこんな感じでいろいろミニカーが展示してあったりだとか、はい、映像がこんな感じで、はい、流れてます。オーサロンにも実はクリスチャンが流れてます。で、あ、これが B オートハウスのチャレンジです。こんな感じです。そしてパーツ類なんかもこんな感じで展示されてて、非常に作り込みがされているブースです。でステアリングもサンプルなんかこんな感じで展示されてて、でホイールに関してはこの2色でデイトナとフォーミュラ67かな、はい、こんな感じで展示されております。いかがでしょうか皆様。なんで改めて見て思ったのは、まあ、ヨーロッパ、アメリカいろいろ見せてもらいましたけど、その本当にホイール足元のフィットメントに関しては日本世界一、そしてそのフィッティング車のそのエアロのフィッティングだったりとかっていうのはやっぱりヨーロッパめちゃくちゃこうレベルが高いというか、まあ、ブラバスだったりテックアウト本国が作ったやつっていうのはやっぱりその全然こうチリとかも違うなっていう感じします。ただまあもちろんその発展して結構時間が経ってるんで、まあ、おそらくその東南アジアなんかもこれからそのカスタマイズ文化がすごい成長しててすごい車が見れるんじゃないかなと、勢いはめちゃくちゃやっぱり感じますね。こんな感じでテックアートのブースをお届けしました。さあそしてですね、 B オートハウスさんはなんとアーバンの代理店もやられてるということなんで、こんな感じでアーバンのコンプリートになったゲレンデとあとコンチ GTM、こんな感じで展示されております。これは割とつらつら、はい、別にいじってるわけじゃないです。そしてあとはあの B オートハウスさんはローウェンさん、はい、日本のエアロメーカー、こちらの代理店もしてるってことなんで、なんか聞いたらすごい人気みたいです。やっぱりこんな感じでアルファード展示しております。結構大きいんじゃないかなブースとしては。こんな感じで向こうからこっち全部いいオートハウスさんのブースでございます。それじゃあちょっと会場回ってみたいと思います。今ポルシェブースの裏側にいるんですけど、タイカンクロスツーリズモでキャンプに行こうってことなのかな。でポルシェブースも結構大きくって、でしかもこの原色系が多いのがそのお国柄なのかわかんないですけど、この辺のマキキの GT3 がこんな感じで展示されてたりとか、あとまあメインはこっちになるんですけど、こっちもすごいんだよね。ルビースター、なんだっけ正式名称何になったんだっけ、あルビースターネオっていう名前になったの。大昔の名前だとルビーストーン、ルビースターで、こんな感じですごいカラフル。これあのさっき写真撮っちゃったんですけど、こう5色ぐらいにこう縦にしましまで色が分かれてる、急急にルビースターネオターボ S かっこいいな。10万100万1000万2350万バーツ、9000万、やべえなこれ。これビンナンバーゲットしてる。ああいいんじゃない、これかっこいいな。え、これマニュアルなの？そうそう、ターボベースでマニュアル。あ、そうなんだ。めちゃくちゃレアっていう。金のエンブレムで、この例のバッジもついてて、内装がペピタで。あ、ウッドなんだ。やば。で、専用のエンブレムもついてる。これかっこいいな。うちのカメラマンも写真撮りまくっております。さっきのでもターボ S が9000万円って聞くと、これもういくらになっちゃうんだろうっていう。だからなんか日本で言ったらスーパーカーを通り越してなんかハイパーカー買う感覚。
そうで、E ハイブリッドなんだよね、みんな。こっちもハイブリッド。で、この辺の高級車、欧州車のハイブリッド率がめちゃ高いということ。そしてご覧ください。今回なんと、一番でかいブースが、この BYD、中国の電気自動車のブースっていうことみたいです。Build Your Dream かの略みたいです。これ実は、空港からタクシー乗せてもらったんですけど、そのタクシーも BYD 製ということで。もうとてつもないでかいブース。え、何台展示してんだろう、今回。10台、15台、20台ぐらい展示してあるんじゃないですか。こんな感じで。で、タクシーで中見せてもらったりしたんですけど、乗って。でもう、品質も全然遜色ないというか、もう国産車と比べても、なんか全然見劣りしない質感に関してもすごくいい感じでした。だこの辺がすごい今、伸びてる感じ。うん。大観緑。だからなんかその東南アジアとかアフリカとかあの辺の途上国ってこう段階を踏んでこう電気自動車じゃなくていきなり入ってくるからもう一気にこうインフラが整ったりしてこう日本よりかもこの辺の進みが早いっていう話は聞いたことない。というわけでこんな感じでもうめちゃくちゃいろんな電気自動車のブランドなんでもう全部電気自動車みたいな感じで。あんまいいな。で、これが今回のショーで一番でかいブースになります。お金のかけ方、だから多分なんか新型発表になる。ドルフィン。なんかそれヤフーニュースかなんか見たな。で、このブースの裏はなんかお客さんが休めるようになってお茶できるようになってて、そこになんかブレードバッテリーとかっていう、その BYD の根幹技術のモックみたいのがあったんですけど、それもなんかすごかったですね。そして他にも、ボルボだったり、日産だったり、スズキ、またホンダ、アウディ、マセラティ、まあ日本でもおなじみのメーカーがみんな出展してる感じです。で、特に多いのがやっぱりピックアップトラック。で、多分関税の関係だと思うんですけど、まあ、大生産されてる日本で見たことないピックアップがたくさん、こんな感じで三菱に関してもたくさん展示されてます。やっぱり道路、道が悪いんで、まあその辺の需要がかなりあるんじゃないかな。まあ、荷台に人が乗ってそのままね移動してたりとかそういう光景もよく見るんで、まあ、ピックアップのその需要がすごい多いみたいです。そして今まで一番大きかったブースがトヨタブースってことなんですけど、なんか BYD とあんまり変わらないぐらいの大きさだな気がします。なんかこうずっと長年トヨタブースが一番でかかったのをなんか BYD に明け渡したみたいなニュースになってたんですけど、まあ、現地で見る限りそんなに変わらない、むしろトヨタブースの方がでっかいんじゃないかなっていう。でトヨタ車もめちゃくちゃ走ってますね。そしてトヨタブースはこんな感じでピックアップトラック中心にハイラックスかな。さあそして奥側にはロールスとかアストンとかあと向こうにはベントレーも展示されてました。F1 エディションなんだこれ。うわなんかめっちゃかっこいいなこれ。奥には DB11 も飾ってあった。すごっ。さあそしてロールスブースではカリナの展示がしてあります。さすがに入れない。あブラックバッジだ。あれ置いてあったやつじゃないですか。かもしれない。デパートのやつかな。そしてこちらはミニブースでございます。EV のクーパー SE。これ日本でまだ入ってないやつ。もうなんか毎年して日本に入るんじゃないかみたいなニュース確かなってたと思うんですけど、フルラップされて、これが止まったりとか、あとはおなじみジョン・クーパー。この辺はもう日本でもおなじみのやつですね。あ、激レアな。ちょっとカラーの組み合わせの緑赤しかもグラデーション、あグラデーションだ、クラープマンこんな感じで止まったりとか、ミニのなんかイメージはもう世界共通な感じです。ちょっとこのポップな感じ。そしてこちらは隣は BMW ブースということで、ですね436万9000バーツということで M240 が高っ。
こんな感じで。で、この辺の M240 もあったりするんですけど、やっぱりその 530E だったりとか、ハイブリッド率がすごい高い。あ、これ新しい M2 か。これはいくら？649万9000バーツってことは、2000万円ぐらい。高え。やべえな。そして XM、 これあのエクステリアのデザインがだいぶザワザワしてますけど、いや実車見るとめちゃくちゃかっこいいんだよっていう意見も結構あったんですけど、どうですか？私もまだちょっと受け入れられません。実車見たけど、モールがなんかこうなんか CG のバグみたいにこうモールが下がっちゃったみたいな。新しいね、モール。お分かりいただけますでしょうか。この上のウィンドウモールが後ろに続いてこう下で落っこっちゃう。これ多分だからもうちょっと見慣れるまで時間かかるのかなっていう気がします。さあ続いてブラバスブースに潜入してみたいと思います。まだあの今日プレスデーみたいで、やっぱり一般の人が入ってないらしいんで、普通入れないんですけれども、あのボンドパワーで勝手に入っちゃいます。というわけでブラバスは、ターゲットっていうタイのディーラーがやってるみたいです。ブラバスとブラバスクラシックと、あとプロドライブと、あとデビッド・ブラウンのミニをやってるみたいです。で今回ブースはもうテックアート隣と同じぐらいの大きさの規模の、こんな感じのブースでございます。でさっき VIP のお客様いらっしゃったみたいで、このウッドウッドで走ってて超話題になったこのプロドライブの P25、 これもなんかアンベール勝手にされてて見ましたけど、すごいっすね。これも多分ニュースになると思います。そしてブラバスクラシックはパゴダの SL を、これソリッドのコンだよね、なんかこれだけドイツから持ってきたらしいです。というわけで左ハンドルの相変わらずの変態コンディションの車、こんな感じでございます。すげえ。入っていきましょう。もう超新車。あー、ウィニーがやばいというわけでこんな感じ。これも個人的にはもう日本で見たい、ブラバスクラシック。このもう新車コンディションの、あのどなたか欲しい方いらっしゃいましたら、ちょっと金額はズバ抜けてるんですけれども、あのそれに見合ったクオリティになってますんで、興味のある方、もちろんそのパゴダの SL だけじゃなくて、いろんなメルセデスの古い車、ブラバスが再生した車がラインナップされてますので、まあ、気になる方はぜひご相談ください。そして22さんのフルブラバス、これも 22だね。こちら履いております。で当然ブラバスのエアロがついてて、ガンメタルこれ塗装してあるんですね。こんな感じで、これ内装はやってないんだよね、多分新車かなこれ。で車高は、ノーコメントで、あの日本がどうかしてるんだと思います。そしてこれは63かな、63だよね、63、はい、このマットカラーのワイドスター、これ全部フルフルですね。ルーフも全部組んであってて、パワードームにカーボンパーツはついてないんですけども、ワイドスター、そしてホイールは23かな、23じゃない、23っすね。こんな感じで、これ渋いな。20周年アニバーサリー、あ、アニバーサリーなんだこれ。女の子飛ばしたりだとか、あとは体感、これも明日じゃない、今日の4時半アンベールみたいです。今日はあの午前中から来て待ってるんですけど、あのアンベールされないなと思ったら、あのドイツのブラバスのニルスさんって、あの何回も会ってお世話になってる方が4時半だよって言ってました。そしてこれも99にターボのフルブラバス、これも明日アンベールされそうです。そしてこっちはなんとゴーストのブラバスなんですけども、これもさっき VIP のお客様これも見たいって言って多分アンベールしてたんですけど、これ写真あるんで入れておきましょう。なんとダークグリーンで、内装は触ってないんですけど、内装ブラウンでめちゃくちゃかっこよかったです。こんなのもで聞いたら、タイでもやっぱりブラバスめちゃくちゃ売れてるみたいです。まあ、テックアートもめちゃくちゃ売れてるっていうさんで、本当に国自体が今こう発展してって、そういう高級車の需要、カスタマイズの需要がすっごい増えてるみたいです。そして KTM のバイクをカスタマイズしたこのブラバスのバイクで、これ僕そんな詳しくないんで知らなかったんですけど、ほぼ全部ブラバスのパーツで作り直してる。この辺のカーボンパーツとか、まあ、多分これ詳しい方
あの僕より詳しい方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、ほぼ全部作り直してて、バイクの価格的には確か3倍ぐらいになってます。こんな感じで、こんなのもやってます。そしてスマートの、これ純正カラーにこれないよね、多分ブラバスでオールペンした車だと思います。で全部ペアルキット組んで、内装もシートとこのたペイントされてる。これはまだやってないんだよね、こんな感じ。そしてご覧ください、なんとアドベンチャールックになってる、この車高が上がってるのか、アドベンチャーになってるのか、ルックじゃなくてアドベンチャーになってる、このプロフェッショナルブルー、別名チャイナブルーのゲレンデもこれ止まってて、これいいと思うんですよね、ここがないタイプのクルバー、こんな感じで。そしてルーフのあの LED はこの内側2つだけ赤くなってるという、これなんか別バージョンなのかな、こんな感じで止まっております。そしてこれご覧ください、なんとですね、これ車だけじゃないんです、後ろにブラバスマリンが引っ張ってて、ブラバスマリンも同じ色という、これめちゃくちゃかっこいいな、こんな感じです。で聞いたらこれタイのお客様の車みたいです、ドイツからあの天井に持ってきたんじゃなくて、あのタイの革を爆走するの。そしてあの僕らがめちゃくちゃ気になってたこれもついてるという、日本でやったら多分銃刀法の関係で NC じゃないかなと。あ、ちなみに向こうはちゃんとスコップもついてました、こんな感じで。いやこれチャイナブルーのアドベンチャーとかワイドスターめっちゃかっこいいね。そしてマリンはこんな感じで、あの日本で撮らせてもらったやつより一回りちっちゃいんじゃないかな、多分ちっちゃいよね、一緒かな、同じぐらいかな、500、確かもっと長いのもあるんですよね。で当然ブラバスマリンなんで、内装も全部こんな感じでやってあります。内装もこんな感じで全部やってあります。これすげえな、でも個人的にはちょっとトレーラーもかっこよくしてほしかった、ホイール履いて、鉄筋じゃなくて、でこの汚いタイヤじゃなくて、ちゃんとアルミホイール履いて、ミシュランかなんかで。そしてエンジンも当然ブラバスということで、こんな感じに、なんでもうすごい勢いがあるのが伝わってくる感じですね。さあそしてテックアートの隣はなんとメルセデスの超巨大なブースになっております。なんとマイバッハも展示してあったりだとか、バグのヒーロー、これあの来る途中もこの全く同じ色がなんとすれ違うという、この辺も関税がやばいんで多分とんでも金額だと思うんですけど、こんなのも展示してあったりだとか、あとはもう一周現行車種をバーってこうブース一周囲むような感じで止まってました。そしてベントレーのブースはちょっとすっきりした感じでこんな感じで、そしてびっくりなのがなんとベンテーガとフラスパ2台展示されてるんですけども、全部ハイブリッドということで、ベンテーガもハイブリッド、フラスパのこっちもハイブリッド、そしてめちゃくちゃかっこいい色のこのフラスパもハイブリッドということで、これマリナー入ってるってことなんで、グリルもかっこいいし、横のこのアクセントもかっこいい、そして内装もかっこいい、ホイールもあんまり見ない、見たことないホイール、こんな感じで、この辺の需要もめちゃくちゃ伸びてるみたいです。やっぱりどこに行ってもタイのマーケットは今すごい、まあ、東南アジアのマーケットがすごい熱いっていう風に言ってました。さあというわけでバンコクモーターショーの会場からお伝えしました。今日はメディアデー、まあ、プレスの日ということで本格開催ではないんですけれども、こんな感じでたくさんのメディアとか関係者が会場を埋め尽くしております。多分明日大変なことになるんじゃないかなと思って、紹介してないんですけど、外にはなんかユーズドカーのブースがあったりだとか、あとはこの出たところにも結構展示があったりとかして、感覚的にはオートサロンよりちょっとちっちゃいかなぐらいですかね。ただ勢いはやっぱりめちゃくちゃあるのと、特に目立ってたのはこういう高級車の展示と、あとは EV ですね。もうどこのメーカーも EV めちゃくちゃ出してるという、でもう排気量大きいような車でもプラグインっていう、なんか環境に対してこう優しい車というか、まあ、そういう車の展示がすごく増えてたなと。で今この状況なんで、おそらく何年かしたらもっと増えて、まあ、街の中でも結構あのハイブリッドとか EV めちゃくちゃ走ってるような状況なんで、まあ、そうするとかなり、まあ、雰囲気も変わってくるのかなと思います。というわけでこんな感じでバンコクモーターショーの様子をお届けいたしました。また機会があったら世界中のいろんなショーとかイベントをお届けしたいと思いますので、ぜひボンドチャンネルのチャンネル登録と SNS のフォローをよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。
Somebody was so magnetic.